江本神社は奈良県奈良市にある春日大社の境内拙者である。式内社。春日大社本殿回廊の西南隅に春日造りの小さな社殿が設けられている。現在の祭神はサルタヒコ大臣とされているが、中世までは小瀬姫病人という女神であるとされていた。漢文3年の文献にサルタヒコ大臣とある。演技式神明朝には、 大和国祖江上郡春日神社と記載されており、元々の神明は春日神ということになる。江本神社の祭神は当地の地主神であり、春日大社が春日のに創建される以前から、この地を拠点としていた春日氏によって祀られていた神であるとされる。縁起式神明帳には春日神社と記載される。江本の名の書室は大徳元年の広大祈段館の 江本明神前という記述である。江戸時代には、江の基本社と呼ばれていたが、明治9年に、式内春日神社と改称した。江本神社については、次のような土地交換説話がある。藤原家が都だった頃、竹見和地の地は、藤原家の東方の安倍山に鎮座していた。春日の一帯の土地を所有する江本の,の神が、 安倍さんの竹見一命のもとを訪ねて、私が住んでいるかすがのと、あなたが住んでいる安倍さんを交換してほしいと相談し、竹見一命はそれに応じた。ところが、間もなく、平城系の戦闘が行われ、安倍山に移った、榎本の神のもとには参拝者が少なくなり、榎本の神は貧乏になってしまった。困った、榎本の神は竹見一命に助けを求め、 武三和地命は自分の社のそばに社を建てて、そこに住むように言った。これが今日の江本神社であるという。この話には以下のような別の説もあり、俗に、つんぼかすがに土地三尺借りると呼ばれる。武三和地命は、かすがの一帯に広大な神地を構えようと一計を案じ、地主である江本の神に、この土地を地下三尺だけ譲ってほしいと言った。 榎本の,の神は耳が遠かったために地下という言葉が聞き取れず三尺くらいならと承諾してしまった。竹見一命はすぐさま榎本の,の神が所有する広大な土地に囲いをした。榎本の,の神が話が違うと抗議すると竹見一命は私は地下三尺と言ったのにあなたが聞き取れなかっただけでしょう。約束通り境内の樹木は 地下三尺より下へは伸ばしません。あなたは住むところがなくては困るでしょうから、私の近くに住んでくださいと言ったので、江本元の神は、春日大社本殿のすぐそばに住むようになった。これが今日の江本元神社であるという。いずれにしても、江本元神社の祭神がこの土地の元々の神と考えられていたということである。明治時代までは、春日大社の参詣者は、まず、 榎本神社に参拝し、柱を握り拳で何度も叩きながら、カスガさん、お参りましたなどと言い、榎本神社の祠の周りを回った後に本殿に参るという慣習があった。ありがとうございます。